こんにちは、4L です。ハリー、最近引きこもり気味なので、ちょっとね、遠くまで連れ出してみました。こうやってね、縄張りの外で地面に近いところに降りるのは実はね、怖いんですよね。なのですぐに飛び立っていってしまいますよ。見ててください。さて、実験です。ご覧の通り、普段ハリーは飼い主の手を傷つけません。そこでわざと飼い主の手を餌と間違えるようにしたら、飼い主の手を食べてしまうのか。大実験開始です。いつもとね、餌のやり方が違うんです。食べてもお腹が膨らまない少量の餌、まあうずらの頭なんですけどね、これを手の上にね、ベタッとくっつけて置いてあるんです。これで餌と飼い主の手の区別がつかないと思うんですよね。ちょうど餌を捕まえてね、獲物を捕まえて、その獲物からね、肉を引きちぎって食べてるとね、そういう風に錯覚してると思います。まあ所詮ね、人間の手もね、動物の手と一緒ですからね、柔らかいですからね。ほら、いつも食べてる餌とね、同じくらい柔らかいね、肉の上に乗ってることに気づいたんですよね。で、足に力入れてます。今ね、掴んできてますよ。ギュッと。大体ね、高50キロぐらい握力あるって言いますからね。で、餌を掴んでいると今勘違いしてますね。こうギュッギュッって何回も掴み直してますよね。で、完全にね、餌と勘違いしてます。本気ではまだ食べに来てないと思うんですけど、まあ、ワンチャンね、流血に発展しそうなので、手の上からどいてもらうようにしました。腕の方にね、登ってくればいつもの飼い主の手と認識すると思います。腕に捕まってくれました。はい、ちょっと一安心。無事にどいてくれましたね。あれ、餌はって思ってるんでしょうかね。キョロキョロ、あれ何してたんだろうって感じですよね。はい、いつものハリーのペースに戻りました。いつもはね、あんなに腕にね、くっつけてないんですよ。手で持ってね、餌やってます。で、ハリーが加えたらすぐに、ね、餌離してやる。で、手と餌を区別させてやるね。そうすると手がね、手に飼い主の手だっていうのを認識してね、傷つけてくることはないです。ハリちゃん、ハリちゃん、もう飼い主の手を餌とは認識していないので、まあ、普段の通りですよね。あれ、餌もっとよこせよって感じね。どうしよっかな、どこにあるかな、巣の中にあるかなってね、ちょっと探してますね。ハリーに五光が差してますね。おいで、こうやって庭のね、隅から隅までハリーをね、連れてって飛ばしてるのは、少しでも長い距離を飛んでもらおうとね、思ってやってます。ブートキャンプだね。ハリー飛ばさずに自分飼い主がね、走れっていう話だよね。こうやって硬い岩の上に餌を置いてね、その上に、ハリーを突っ込ませるとね、これは爪をね、切るのを、まあ、飼い主がサボるためですね。これ硬いものの上に、着地すると爪が削れていきますからね。
ちょっとした、なんて言うんでしょうか時短、時短じゃないな、飼い主の横着これね、餌が入れ込むといくよ、ハリハリ、いくよ、こうやってちょっとしたね疑似的な狩りをねさせてやるのも、まあ、ストレス発散に役立つかなと思ってね、まあ、勝手に飼い主がやっていることです。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画もよろしくお願いいたします。